一子です。今日は2022年4月19日火曜日です。高松の天気は現在晴れ模様で、これからだんだん晴れてくると思われます。午前8時過ぎで微風で、温度はスマホで14度で肌寒いです。吉野家のニュースが入ってきました。私は丼物は基本的に食べないのですが、誘われた時に食べる程度で、食べた後は美味しいと思いました。コストパフォーマンスが良いので利用する方は多いのでしょう。企業努力でここまで安くできるのでしょうが、安価や効果含め企業は恐ろしい戦略を考えていることがこの発言で伺えますね。思っていることをつい言ってしまったのでしょうが、恐ろしやです。そういう意味で嘘は言わず本音ですね。真面目にやっている企業もたくさんあると信じたいですが、この発言含め安価で提供できる仕組みを考えたら、ここは想像ですが牛肉も考えものですね。根本から考えさせられます。テレビで放映している格付けランキングでも、いかに人間の味覚がいい加減かが分からないようです。何を食べても生きていける見本ですね。嘘はつきたくないと今も思っていますが、こういった発言も嘘に見えますかね。信用、信頼できるものはあるのでしょうか。しかし信頼、信用していきたいと思います。今日の動画は前回の続きで、出作町の裏道から仏生山町に入る道程です。ではいつものようにウィキペディアの記事からです。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。仏生山、出典フリー百科事典ウィキペディアより。仏生山は高松市中部に存在する一地区で、高松市役所仏生山首長所の管内、仏生山町一町からなる。かつては全域が香川郡仏生山町として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。1668年寛文8年に初代高松藩主松平頼重が菩提寺として法然寺を建てたことから門前町として繁栄し、戦後は高松市のベッドタウンとして人口が増加した。また地区内にある仏生山駅周辺は高松都市圏に8ある地域拠点の一つを形成する。地理、地区は高松市中部地域の最も南に位置し、高松平野のほぼ中央部に位置する。人口は2010年時点で8062人、男3855人、女4207人、世帯数は3503世帯で減少傾向にある。面積は 2.79 平方キロメートルと、島嶼部を除く高松市の地区の中では最も狭い。そのため人口密度も1平方キロメートルあたり 2870.97人と高い値を示している。高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが、都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。この地区の極端な狭さから仏生山駅を中心に広がる市街地は地区の範囲を超え、隣接する多比地区の出作町にまで及んでいる。仏生山駅から東へ伸びる市道沿いと本町通り沿いに住居や商店が集中し、人口が密集しており、それ以外の地域はほとんど農地が広がるため、人口密度は希薄である。地形、全域が高松平野の一部であるが、扇状地である高松平野の特性上、この周辺より讃岐山脈へ向かって勾配が次第にきつくなり、南に隣接する浅野地区では平野というよりほぼ丘陵地を形成している。河川はないが、南部に小規模な2つの山、小山と面山があり、それぞれ法然寺と千切神社があるため、山道からの登頂が容易である。それらに挟まれる形で前池があり、西側には平家が存在する。山、小山、面山、川、那須、古称前池、平家、仏生山の方法やけ、
この説は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。出典検索、仏性山、ニュース、書籍、スカラー、CI2、J-ステージ、NDL、ドリブテン JT、ジャパンサーチ、TWL、2014年3月。仏性山より高松市街中心部の学校へ自転車で通う学生は、登校時は北上時に東から、下校時は南下時に西から太陽の光を浴びるため、片方の方のみが日焼けする。この現象を仏性山の方法焼けと呼ぶ。もっともこれは冗談の一種でもあったため、実際にこういう現象があったかは不明である。以下一部割愛いたします。高松市仏性山首長所管内、仏性山長江、仏性山長乙。歴史以下一部割愛いたします。経済、高松市の平均と比較して第二次産業従事者プラス 0.7% の割合がやや高く、第一次産業従事者マイナス 0.7% の割合がやや低いものの、産業分類全体で高松市の平均と比較的類似している。以下一部割愛いたします。教育、地区内の小学校は市立仏性山小学校が存在し、校区には地区内全域と田日上町の一部を含む。中学校は全域が隣接する田日地区にある市立龍雲中学校の校区である。各種学校である高松文化服装学院があったが、生徒数が減少したため学校の継続運営が困難となり、2014年3月18日の香川県私立学校審議会で廃止を認可する答申が決定された。また地区内に公立の幼稚園、保育所、保育園は存在しない。小学校、中学校、太字の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は地区内には位置しないが、校区が地区内にかかっている学校。高松市立仏性山小学校、高松市立龍雲中学校。行政、この地区は1956年以降高松市の一部であるため自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては高松市仏性山首長所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、仏性山コミュニティセンターとして地域交流の中心となっている。消防関係の施設は地区内には存在しないが、隣接する田日地区に高松市消防局南消防署が存在する。また地区内には香川県農業試験場があったが、綾川町に移転し、跡地には高松市立民奈の病院が立地している。交通、公共交通機関においては琴電仏性山駅が中心で、高松市中心部に向かう電車のすべてが発着するほか、仏性山駅西口が高松市立民奈の病院の会員に合わせて新設されて、移行道西口にバス停が整備され、琴電バス塩ノ江線及び仏性山川島線の路線バスと香川町シャトルバス、丸井観光バスが発着している。道路、この地区のメインストリートは仏性山駅から本町通りに至る市道と、そこから南に伸びる本町通りである。しかし本町通りは古くから発展した門前町の表通りであり、仏性山駅から東へ伸びる市道は、駅の開業後に戦後の人口増加などを背景に、道路計画より人口の密集が先行した地域であるため、もともと人口密度に応じた自動車の通行に十分な道幅ではない。そのため交通ラッシュ時には混雑が発生し、十分な歩道もないため歩行者の危険性は高い。以下一部割愛いたします。名所、旧跡、観光レジャー。仏性山歴史街道都市景観形成地区、約 7.6 ヘクタール。本町通り、法然寺、仕切神社、円光寺、仏性山公園、高松市立仏性山公園体育館、高松市立仏性山公園温水プール、仏性山温泉、本町通り、
仏性山街道の通称で知られる香川県道166号岩崎高松線の仕切神社に至るまでの約 1.3 キロは本町通りと言われ、かつて歴代高松藩主が墓参りに訪れたため、御成街道や殿様街道などとも呼ばれる。現在でもこの通り沿いの約130軒の民家や商店の中には、江戸時代から明治時代頃に建てられた古い民家が点在しており、高松市から仏性山歴史街道都市景観形成地区として指定されている。毎年10月に高松秋の祭り仏性山大名行列が開催され、本町通りに大名行列が繰り出される。市長が大名役になることが多い。以上で読み上げは終了いたします。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。